こんにちは、保険市場の浦野です。本日は学資保険の特徴と注意点についてお話しいたします。よろしくお願いいたします。教育費を準備するための手段の一つとして学資保険があります。学資保険は契約者に万一のことが起こっても予定通りの教育費を確保でき、貯蓄が苦手な方でも続けやすいという特徴がありますが、途中解約をした場合、元本割れをすることがあることなど注意点もあります。特徴と注意点の両方を抑えて賢く利用し、お子様の教育費を準備しましょう。なお、学資保険の中にはお子様の医療保障などを重視したタイプのものもありますが、ここでは主に教育費を準備する目的の学資保険について述べます。学資保険の特徴は、親などの契約者に万一のことがあった場合、以後の保険料の払い込みは免除になり、その場合でも学資金は予定通り受け取ることができる点です。銀行の預金や投資で積み立てを続けていたとしても、途中で契約者に万一のことがあれば、その時点で積み立てがストップしてしまいます。学資保険ならば、契約者に万一のことがあって家計の収入が減っても教育費の準備ができます。貯蓄することが苦手な方でも、学資保険は預貯金と異なり、貯まったお金を簡単には引き出せない点で、預貯金より継続しやすいのではないでしょうか。途中で解約することはできますが、解約返礼金が払い込み保険料の総額よりも少なくなることが多く、解約しづらいことから教育費を貯めやすくなります。学資保険は生命保険料控除の対象になります。生命保険料控除とは、支払った生命保険料に応じて一定の金額がその年の所得から控除できるもので、所得税・住民税の負担が軽減されます。平成24年1月1日以降に契約した生命保険であれば、年間払い込み保険料額8万円以上の場合、控除できる上限は所得税が4万円、住民税は年間払い込み保険料額5万6千円以上で、控除できる上限が2万8千円となっています。例えば、年収500万円で所得税率 10% の方が、1年間に8万円の学資保険の保険料を支払っていれば、1年あたり6800円、所得税4000円、住民税2800円の税金が戻ってきます。なお、医療保障特約のついた学資保険の場合、特約部分の保険料は介護医療保険料控除の対象となることがありますので注意しましょう。学資保険は払い込み期間中に保険料の支払いが負担になってしまったときは要注意です。特に途中解約をする場合は、解約返礼金では払い込み保険料の総額に及ばず、元本割れになってしまうことがあります。学資保険に加入する際には、払い込み期間が終了するまで続けることができる保険料にしましょう。学資保険は保険会社が販売している金融商品です。保険会社の経営が破綻した場合でも、保険の契約がなくなるわけではなく、生命保険契約者保護機構により一定の契約者保護が図られます。ただし、責任準備金の削減や予定利率の引き下げなどが行われることがあり、一般的には貯蓄性が高く保険期間が長い保険は保険金の減少幅が大きくなります。保険に加入する際には、保険会社の経営の安定性を十分確認する必要があります。学資保険は契約時に決めた祝い金や満期保険金の額が変化することはありません。2018年2月現在の日本は銀行の預金金利が低いので、比較すると学資保険の返礼率が魅力的ですが、将来銀行の預金金利が上昇した場合は、受け取れる保険金額が固定された学資保険の方が不利になることも考えられます。お子様が0歳で学資保険に加入すると、大学入学時の学資金の受け取り時期は17年後または18年後になります。
その間にインフレが続けば不利になる可能性があります。なお、学資保険の中には利差配当付きの商品もありますので、加入を検討する際は考慮に入れるのも良いでしょう。保証があることが学資保険の一番の特徴といえますが、教育費の積み立てに加えて、契約者の万一の場合にまとまったお金を受け取れるようにすることを重視する場合、貯蓄性のある終身保障の死亡保険を教育費の積み立てに利用することもできます。保険料の払い込みが終わるまでの解約返礼金を低く設定して、保険料の負担を抑えた低解約返礼金型終身保険や、保険料の払い込みや保険金の受け取りを外貨で行う外貨建て保険なども選べることを抑えておきましょう。教育費の積み立て方法はいくつもありますが、いずれも特徴と注意点があります。教育費を一つの手段だけで用意しようとせず、預貯金や保険の両方を組み合わせると良いでしょう。本日は以上です。ありがとうございました。